ある過去が別の馬体殿の救援に向かう途上で見たもの。あれこそ孔中は医療に散った。敵の大軍を食い止めるため自らの退路をも閉ざし整絶に戦い抜いた果てに、しかし孔中の救出は本当に不可能だったのだろうか。自問する法徳の脳裏にふとある記憶がよみがえった。それは医療へと援軍に向かう途中手取川で見かけた妖魔の一団のことである。あの時あの場所に戻れるのならば、あるいは確信にも似たひらめきを得た法徳は一軍を率いて時を渡った。やはりそれがしの記憶の通りであった。この地には妖魔軍の兵器が集められている。これならば医療へ運搬可能な兵器も見つかり申そう。そうか、閉ざされた扉を兵器で破壊できれば。しかりさすれば必ずや孔中殿を救えよ。無限転身流破人門、それほど甘くないわ。必要なのは医療へ運搬可能な、まずそれらしきものを探さねば。貴様らの襲撃なぞお見通しよ。いささか敵の数が多い。あんたがいるだろ。今よろさん敵兵器を奪わん。闘志にも火がついたぞ。お、対岸からの攻撃か。己れ姑息だ。投石者頼む、医療まで運べよ。しかしここより対岸へ渡るのは難しい。東を回り込むしかありません。よし、今だ。一気に打ち込め。ここまで侵入されるとは、門を閉ざ
せ。これ以上進ませるな。門を閉ざされたか。何か突破する方法を見つければ。各砦には兵器が隠されている。東砦に役立つ兵器があるのか。東砦内にて投石機を発見しました。設置に取り掛かります。凄まじい威力だな。この兵器を医療に持ち込めれば。かように巨大な兵器は運搬できますまい。やはり投石者を得ることを大事に考えれば。撃て。これ以上踏み込ませるな。敵の兵器を起動しろ。奴らを叩きのめせ。ここで引き当てろ。
突破されるとは。覚えてやがれ。敵将、俺が討ち取った。ついに同席者が我らの手に。ああ、これで甲虫殿を助けられる。俺たちの勝利だ。同席者は医療に向けて進発いたした。甲虫殿を救い出す準備は整ったかと。ならば再び医療での戦いに臨もう。今一度過去を変えるのだ。うまく。大したものだ。さすが